はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというと、えっ、ー、と、だいぶ前ですけどね、えー、出してました風景ねとかね、届きましたんでね、紹介していこうじゃないかというわけでございますね。どんな感じで届くのかってことなんですけどね。えっ、ー、とね、住所がバレるじゃないか。<laughs> なんてことだ。なぜそんな分かりきってたことを。 よいしょ。これでいけるかな。こん,こんな感じですね。もうよっかいってしが映えてるからいいや。本名もバれてるからいいや。まあ、こんな感じでですね。風景画ね、えー。デザインはね、この前の,あの風景画の,の投稿するね動画でも出してましたけど、実際こういった感じで押さえてきますよというわけでございますね。でもう一つ、えーと、これ、スペ えー、東武鉄道のやつなんでね、もう一つ、えー、こんな感じで、ドンと入ってるのがあって、これどっちがどっちの駅だったっけえっ、ー、とこっちが浅草。で、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、上東かなうん。っていうえー、やつでしたね。が、えー、こっちです。通勤型の、えっ、ー、と、何系だったっけ ?8000 型ですね。で、えー、こっちが、えっ、ー、と、何でしたっけこれ、えっ、ー、と、 うんと、陰影が、あれでしたけど、えっと、スペー、えっと、スペーシャルでしたっけですよね。っていう感じで、こんな感じでね、押さえてるのがきましたよってことですね。えー、っていうことなんですよね。これね、あの、ですか今回の場合ですね、往復はがき、一番安く済む方っての、ね、で、往復かはがきでやりましたけどね、まあ、こんな感じで、ね、こういうデザインの、ね、やつを集めるというのが、まあ、これ結構ね、往復だと、えっ、ー、と、100? えっと、 126円か。でね、えー、あのできるやつなんで、えー、実は非常にあのお得にできますんでね、まあまあまあ、現地に行ってね、集めるっていうのが好きな人も、あのこっての融秀って言うんですけど、あの、郵便の趣味って書いて、融秀っていうジャンルが、実際これ、あの、ホビー系、ホビーになるのかなうん。で、実際にあるんですけどね、あの記念切手集めたりだとか、まあいろいろ、えっ、ー、と、 ゾロ目の,あの刻印列を集めたりとか、まあ、いろいろ実はその勇手っていうジャンルがあるんですけど、えーまあ、私もね郵便局にやってたんで、えー、多少はねあの知ってるのとちっちゃい時はね多少ちょっとねやってたんですよね。あの ギザギザがね、横だけない、えー、タイプの切手を買ってみたりだとか、あのそういうのがね、あるんですあったんですよ。今はないのか。昔はね、切手の自販機っていうのがあって、切手が自動販売機で買えたっていうね、時代があったんですよね。踏みカードっていうプリペイドカードがあって、その踏みカードを入れたると、えー、10円切手とかがジャ,ラジャラジャラって出てくるっていう機械がね、四日市の郵便局になったんですよね。 探せばあるかもしれないけどねまたそのあたりとか見つけたらそれはそれでネタにしようかなと思いますけどねというような感じで、えー、できますよということですまああのこれからもねまたちょっと新しい情報とかねチラチラと入っておったらねそれをねあの紹介するっていうのもありかなと思ってますんで、えー、なかなかねちょっと動画の投稿が、えー、今ちょっとね急ピッチでいろんな動画を上げてますんでね、えー、なかなか追いついてないんですけどその新しいねちょっと時事ネタとかねその辺のとかねあんまりできてないの がねちょっとね、申し訳ないなぁとは思いつつもね、そういうかね、そのあたりね、あの拾える時にね、拾うとね、やっぱしね、再生数とかもね、反応もいいんで、あの実際にああのあのリアルでね、付き合いのある方からも、やはりそういった方の方が好評なんでね、えー、そういったのもね、ちょっと様子を見てはね、入れていきたいなと思ってます。まあ、ちょっと1日4本、5本とかのね、投稿になっちゃうんで。 えー、通知とかがね、ちょっとうまいこといかなくなる。えっ、ー、とね、4本以上だとちょっとね、通知が確かうまくいかなくなるとかね、なんか言うの、えー、いやとかあ、仕様でね、あるらしいんですけど、えー、まあ、基本はね、そんなに投稿する人がいないんでね、1日2本投稿するって言ったら多いですからね、えーえー、なんですけど、そういうような感じなので、まあ、ちょっとね、そのあたりとかもね、やってきながらね、まあ、ちょっと様子見ながらね、まあ、ちょっと時事ネタもね、うまいこと、ちょっと、それの手のね、時事ネタを使った企画とかも考えてはいるんですけどね、なかなかうまくできてないというのは、 今これ撮ってるのが、えー、夜中のね1時なんですけど、マイクよくしてるんで、多少これでね拾えるかなと思うんですけど、今までね、ちょっとね、あまり大きな声がね、出せないんでね、夜だとね、えー、どうしても仕事からね、えー、撮るのが夜中の2時、3時とかに、ね、なっちゃいますんでね、えー、そういう感じで、えー、すので、まあ、ちょっとね、この辺りとかで、えー、うまくできるかなということでね、やっていきたいなと思っておりますという感じですね。とりあえずまあ速報みたいな感じでね、これはよーどっと、あ、これは まあ普通の方で入れとくか、えー、えー、YouTube のね、扱いで入れると思うんで、えー、そういう感じになってると思います。なんで、これはだからいつなんだ、8月とかになるのか、9月か8月くらいに上がってると思いますけど、まあそんな感じでね、まあ今だね、ちょっと部屋、あの、外取りしてきたりとかね、大量にあるんでね、今それをどんどん出してるところだと思いますけど、そっちの方もね、どんどんと出しながら、まあ自信ネタもね拾ってね、全方位でね、 どんどんと量を出してね。やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、ね、まあ今回はね。こんな感じで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。